個性的な衣装でランウェイを歩くモデルたち。昨日、福岡国際会議場で開かれたファッションショー、リクロースカップ。衣装はすべて古着から作られています。ほとんどのものがもう最初古着だったとか、使われていたものからここまで新しいものに作り上げるっていうのは本当すごいと思いました。もう全部の作品がすごい、なんか自分にはないものばかりです。すごかったです。ファッションショーを企画したのは、中古品買取販売大手のブックオフコーポレーションです。本や CD のイメージがあるブックオフですが、服の買取も年間1000万着を超えています。モデルの服はすべて店舗で販売されていた古着を生地に使っています。ファッションショーを取り仕切るのは、ブックオフで働く山田美優さんです。環境省によると、国内でゴミとして焼却や埋め立て処分されている服は1日あたり1200トン、大型トラック120台分にも上ります。入社以来、古着の販売に携わっていた山田さんも、売れ残った服が大量に廃棄されることに問題意識を持つようになったそうです。お洋服としてなんかまだまだ着れるのになんかもったいないなってすごく思ってっていうところがあって、まあ、形を変えてどうにかもう一回届けたいなって思ったのがもう率直なところになります。そのような中、アルバイトで働いていた服飾学科の専門学校生がコロナ禍で作品発表会が開催できないという悩みを抱えていると聞きます。そこで古着を素材として使うファッションショーを企画しました。作品って作るのすごい大変なんですよ。やっぱ学生って1年がかりぐらいで対策を作るんですけど、1年かかって作ったものが人に見られないってやっぱすごく悲しいことだなっていうふうに思っていて、まあ、単純にその作品を見る側としてもっとこういう作品が見れる場所が増えたら面白いなっていうのはすごくあったので、今年のファッションショーには全国の服飾学科に通う生徒や学生たちがデザインした39作品がエントリーしました。古着を10枚ほど使ったオーバーサイズのジャケットやデニムをつなぎ合わせて作った服など工夫を凝らした衣装が披露されました。古着って古いとかちょっと汚いとか、なんかあんまり好きじゃない人もいると思うんですけど、こう見方を変えたりすることで、なんか新品同様じゃないけどリメイクすることで、こうなんか新しい服として見ることができるようになったので、伸びる素材にデニムを叩きつけたりとか、そうオーバーサイズで作ってみたりとか、ウエストは紐で縛ったりとか、そうやって誰でもどんな体型の人でも着れるようなデニムの服を作りました。グランプリを受賞したのは東京の専門学校に通う山口アトムさんの作品です。50着以上の古着を裁断した素材を縫い合わせ、色鮮やかな服に仕上げたことが高く評価されました。服以外の用途でも古着を使ったものが作れていけたらなっていう、しかもそれを見て古着とかそういう廃棄されている服があるという現状を知ってもらえるものを作っていけたらなって思っております。山田さんは古着を活用したファッションに触れることで環境問題について関心を持ってもらい、新たな服の価値を見出してほしいと言います。アップサイクルでその服を生地にし直して作り直したものって1点しか存在しないので、まあ、そういったところに、まあ、なんか他とは違う価値みたいなところを、まあ、自分自身はすごく感じている。5年後10年後このコンテストで賞を取った子たちが有名になって、また審査員として帰ってきてくれたら嬉しいなというふうに、はい、思ってます。